暮らしだす東北伝説機構。山形県山形市、ここにおよそ130年もの間教育の現場であり続ける歴史的建築物がある。旧山形師範学校本館、ここが今回の物語の舞台である。山形市内を歩いてみるとふと思うことがある。歴史ある洋館がとても多いのだ。アーチ窓やポーチ、屋根に突き出した銅間、明かり窓など、とても精緻に作り込まれており、見た目だけの西洋模倣でないことが素人目にもよくわかる。そして、どの建物にも和を感じる。この風情こそ、当時の匠たちが伝来の技術で西洋建築に挑み、地域全体を彩るほどの大事業を成し遂げた証なのである。その号令を発したのは初代山形県令三島道常であった。新時代と言われた明治、政府は教育、医療、交通といった社会基盤の近代化を急いでいた。師範学校の建設もその一環だった。これを受け三島も師範学校設立を計画。他のインフラ整備と並行し、県を挙げての一大近代化事業に取り掛かったのである。街中に近代化の活力がみなぎり、新しい建物が次々と生まれていく。その光景を目の当たりにした人々の胸には大きな期待感が膨らんでいったに違いない。こうして誕生した建築物の中には旧済生館本館も含まれている。そして明治11年山形師範学校は県下に初めて学鎮を轟かせたのである。この校舎の誕生はまさに山形近代教育の誕生といっても過言ではなかったのだ。時は流れ明治34年、師範学校は生徒の増加のため現在の場所に新築移転することになった。新校舎はルネッサンス様式を基調とした華々しい西洋建築であった。飾り窓やアーチを取り入れた優美な姿。初代校舎の頃は4面それぞれに時計が設置されていたという。これは時の概念を浸透させ節度ある勤労精神を育みたいという三島の願いを形にしたものだった。だが新築移転の際、この時計は山形県庁内に移設。新校舎の当屋には代わりに鐘が吊り下げられることになった。以降この校舎は大学や高校の校舎として移築改築を繰り返し平成へと受け継がれていくのである。昭和になってからも師範学校は県立山形北高校の校舎の一部として活用されていた。だが山形北高校自体に改築計画が持ち上がる。昭和46年のことである。最も老朽化が進む旧師範学校部分には解体やむなしの声が多かったのだと推察される。くしくも時代は高度成長経済の真っ只中、古くなったら新しく作ればよいという時代の勢いがあったことも想像に難くない。だがその時勢いを止めたものがあった。それは校舎保存を望む多くの同窓生や地域の人々の声であった。全解体されるはずだった旧校舎は本館部分の保存が決定。昭和48年には重要文化財に指定されることとなった。そして昭和53年には師範学校創立100周年を機に約1億円をかけた解体復元工事が大々的に行われた。そして昭和55年、現在の山形県立博物館教育資料館として開館したのである。明治、大正、昭和、そして平成。この建物が現役であり続けられる理由は、
まさにこの校舎で学んだ人々の思いの強さに他ならない。旧師範学校本館は、まさに愛され受け継がれるという幸せを享受することができた稀有な建物なのである。